そうですね、まあ初日ですけど、しんどいですね。まあ、まず体力的な部分を向上させるのと、あとはやっぱり技術的なピッチング なり守備、フィールディングの技術を向上することですね。そうですね、まあ今、力いっぱい投げることじゃなくて、まずバランスを意識して投げるように、力を入れずにバランスだけ意識して投げるようにっていうふうに言われました。そうですね、やっぱり最後先発させてもらったので、先発が楽しいなっていうのもありますし、そのやっぱり長いイニング投げたいっていう希望あるので、まずは先発を目指して、やっていきたいですね。来年は、先発として、2桁狙っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。